大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、年末タッグリーグ戦の方、本日4日目となります。本日も5試合お届けしてまいりましょう。今見ていただいているのがランキング表ではありますが、今日は三沢小橋、トップが三沢小橋なんですけども、三沢小橋の試合がありませんので、まあじゃあどうなるかというところですね。はい、じゃあ早速、1試合目からいきましょう。本日1試合目はこれがいつも見にくいんですけどね、これですね、鶴竜ですね、鶴田天竜対忍びマイク・ベイリー組ですねをお届けしてまいります。大丈夫ですね。では試合開始です。今現在鶴田天竜組は4点のはずですね。で忍び、マイク組も4点と、4点同士の、対決ですね。左側青コーナーの方が、今出てるのが鶴田で、黄色いシューズが、エプロンに控えるのが天竜源一郎ですね。で、今映りました赤コーナーの方が、黒の今リング出てるのが忍びで、エプロンで待つのがマイク・ベイリーですね。くるくるアライアンスというチーム名でやらせてもらってます。さあこの対決は、まあそうですね、ジャンボと、天竜強いとは思うんですけども、まあ、忍びの方がね、多分流血、これですね、大釜攻撃での流血を狙っていきますので、うまくいけばこの天竜も、鶴田も両方流血するかもしれないということですよね。おーが出ましたね。いいですね。ジャンピングニーパッドからのおーですね。これはね、かなりの確率で出るようにしてるんですが、なかなかジャンピングニーパッドがなかなか出ない。うおー、今すごいですね、2人の打撃が、なんかシンクロした感じで出ましたが、たまらず鶴田もタッチに向かいましたね。さあ今度出ました天竜ですね。天竜の方とマイク・ベイリーですが、天竜も、打撃はそこそこチョップをかましてくるから意外と打ち合いになるかもしれないですが、ですね、こう逆水平とミドルキックという。さあマイク・ベイリーとしてはスピードを生かして、かく乱したいところでしょうが、打撃合戦になりましたね。砂漠レフェリーはミスター高橋です。試合時間は30分1本勝負、ここまで15試合ほどやってますが、時間切れ引き分けには今のところなっていないですね。昨日3日目の試合で、28分ぐらいまで試合時間になりましたけども、ゲーム内の時間ですね、ファイプロの、右下に見えるタイマー、での、時間で28分まで行きましたけども、まあ、それでも決着つきましたので時間切り引き分けはなしという状態ですね、今のところね。ただまあこの、忍びも、マイク・ベイリーも蹴りで相手にダメージをどんどん与えていくタイプなので、じっくりいくことはないですから、早い決着が見れるかもしれませんね。でまあ、今回ちょっと話題になってるのがクリティカルが、意外とよく出てるなということで、何かおかしなことになってるのかと思ったんですけども、多分ないと思うんですよね。まあ、ただ、今日も、井上オブライト組ですね、マイティ井上ゲイリーオブライト組の試合が今日は、次で第2試合で行われます。あと、昨日そうですね、前田半組も、第3試合で、ハンセンブロディと今日やりますからね。今日も目白押しです。そして、昨日、4日目のカードとして出した、カードの名前が、ババが名前を間違ってましたね。ちゃんと気づいて、逆にね、あれをコメントいただいたときに僕はうわやってもうたって思ったんですけど、うわなんかその同時に何でしょう、こう、うわちゃんと見てくれてはる人いるんやっていう、なんかそっちの方に行ってしまって、恥ずかしいんですけどもちょっと嬉しかったというのがあったんですね。
いやまあまあやっててよかったなと思いますよね。はい、まあじゃあ試合の方に集中していきましょう。試合時間は間もなく8分を経過しましたね。打撃合戦で鶴田が、忍びに打ち勝ちました。さあ、寝技で取っていきます。あ、マイク・ベイリー意外と早く、カットプレーカットに入りましたが、これをサイドスプレックスで鶴田が投げていくと。鶴田はやられるとちょっと弱いですけど、攻撃に回ると強いですからね。まあそう言って強調してるんですけども、鶴田と天竜組は今のところは負けがないはずなんですよね。2勝負けなしというところです。で、忍びとでもマイク・ベイリーもここまで負けはないはずですね。2勝0敗という、2勝同士ということになってますよね。点数でいうと三沢と小橋が6点ってなってますけども、これは3戦3勝と参戦したからということになりますからね。そういう意味ではこれはまあ、トップ争いに絡む大事な試合ということですよね。どうでしょうね、10分を経過しましたが、お互いどっちもどっちというような感じに僕には見えてるんですが、ちょっと鶴田がこう頑張っている。あ、くるくるドカンが出ますね。これは俺だこれすいません、もうめっちゃ笑ってしまった。これはいかんでしょう。ちょっとマイク・ベイリーせっかく忍びの必殺技だって言って、これで終わりだって言ったところを起こしてしまったら、そらエルフォーに行こうとしても誰もいないですよね。いやこれは、この4日目のハイライトシーンになるんではないでしょうか。ソロがタッグマッチの、まあ、悪いところが出てしまいましたね。いやこの、この2人のチームクルクルアライアンスについては、仲が悪いわけじゃないんですけども、お互いなんか俺が感があるんですかね。なんかこう、いや前に前にという、2人の性格が見て取れるのが、こうどっちかがこうカットプレーに入って、寝技じゃないですね、なんかこう空中技を出せるって言ってなった瞬間にもう一方のパートナーが起こして、技を決めれなくするとかっていう、いやまあまあ仲が悪いわけじゃないですけど、手柄は自分に欲しいというところなんでしょうかね。さあでもカットプレーには行きますからね、こうやってね、仲が悪いわけではないです。あ、今も危なかったですね。天竜じゃない、ババじゃない、またやこしい、鶴田のバックドロップが出かけましたが、さあ天竜が今度は、浴びせ蹴りでマイク・ベイリーを攻めていってますね。試合時間もう14分を超えました。さあバックを取りましたが、マイク・ベイリーが、サッカーボールキック、サッカーボールキックじゃないですね、オーバーヘッドキックですね、で返しました。さあ調子いいですね、マイク・ベイリーは。こうやって蹴りでどんどん相手にダメージを与えていってるでしょう。あ、いいですね、今一瞬解放、フラフラから解放された天竜ですが、これはカウント 2.9、 ちょっと危なかったですね。やっぱりこういう時は、足が速い忍びが天竜、じゃないですね、鶴田を抑えにかかったと、カットプレーをフォローに行ったという状態ですね。さあ天竜が、タッチに出て鶴田が出ましたが、その出てきた鶴田が今バッとこれはかわされましたね、ムーンサルトフットスタンプですねがかわされました。そして鶴田が王で気合を入れてから何を持ってくるか、ロープに走って、あ、ラリアットですね、ジャンボラリアットが決まりました。さあここから捕まえてコブラツイスト、これはでも忍びカットにいける。あ、そう考えたらやっぱりカットプレーに入りやすい、カバーもしやすい、忍びマイク・ベイリー組の方が有利かもしれないですね。さあそれをかいくぐって、鶴田天竜組は決めれるか。さあ逆エビ固めに行きました。これは天竜の方が先に入りましたね。さあここでこれがチャンスですよね。さあ鶴田王をしてる場合ではないと思いますが、さあどうする、忍びは今フラフラですか。ここはチャンスですね。バックを取りましたが取られ返す、そしてまた2つ、あっとこれはまた、いやもう取り合いです。いやどこまで行くでしょう。さあもう1回行くか、いやここでバックドロップが切り回りました。
あのバックを取り返すって技は何かもしかするとダメージがあるのでしょうかね。さあこれマイク・ベイリーたまらずカットに行きたいところでしょうね。今一瞬捕まりましたがなんとか逃げました。さあ今度は忍びが出てきて捕まってからの裏カンラーナーに行きましたが、これは天竜がたまらずカット。タッチしたばかりのマイク・ベイリーはフォローにはいけないという状況ですね。さあバックを取られましたが、今試合の権利があるのは鶴田と忍びですね。さあオーカウント 2.9 ですね。今一瞬ヒヤッとしましたが鶴田はなんとか返しましたね。さあ忍びがバックを取ります。あとこれは鶴田のジャーマンマイク・ベイリー、でもこれはカットに、あ、2.9 自分で返しましたかね。カットに入った蹴りが空振りしたような気がします。さあ逆に鶴田が締め上げますが、これもカット。だいぶこう、入り乱れてきましたね。今言葉が出てこなかったですが、さあこういうこれでああブレイクですね。今ちょっと一瞬ヒヤッとしました。ファイプロ作ってるチューンソフトのスパイクチューンソフトの方、あそこの試合が決まったのかブレイクなのかはもうちょっとはっきりした方がいいというところでくるくるドカンが来ます。さあこれはでも天竜がエプロンに戻りましたのでカットに入れるでしょう。くるくるドカン、クリティカルはなかった。あっとここで鶴田が返しましたね。さあバックを逆に取ってジャーマンに行かない、いけるか、どっちが取るか、どっちが取る、どっちが取る、これは忍びが取りましたね。裏 DDT で取ってから、さあこれはあーっと取られてしまった。天竜がカットに入ったかと思いましたが鶴田が3つ取られてしまったということで忍び組がこれで3勝。いやー最後は忍びが決めてみせましたね。リバース DDT からのムーンサルトフォール、うーんなるほど、天竜のカットが遅れたというのもありますが、それ以上にやっぱり鶴田が、3つ取られたというところでしょう。試合時間21分23秒、リバース DDT からのムーンサルトフォール、あームーンサルトフォールとかやっぱり効いてるのかな。で、忍びがジャンボ鶴田を下した試合でした。これで試合評価 96% ですね。これで忍び組が、6点で、そうですね、トップの三沢小橋組に並んだということになりますね。いやこれ忍びマイク組は意外といくかもしれませんね。はい、じゃあ次の試合いきましょう。次は昨日大問題と、大問題じゃないですね、物議を醸し出したマイティーの上ゲイリー・オブライト組、本日も、出場でございます。対戦相手はこれですね、スティーブ・ウィリアムス、テリー・ゴディ組ですね。なかなか全日色の強い、4人ですが、では試合開始です。マイティーの上ゲイリー・オブライト組は未だ勝利なしという状態ですね。でスティーブ・ウィリアムス、テリー・ゴディ組は現在2点と、黄色と赤のタイツが、マイティーの上ですね。で、赤のタイツと白の、シューズがスティーブ・ウィリアムスですね。左側の青コーナーに控えているのが、ゲイリー・オブライトですね。で、今隠れてますけども、赤コーナーのエプロンに控えているのがテリー・ゴディという組み合わせです。現在、スティーブ・ウィリアムスが2点。スティーブ・ウィリアムス、テリー・ゴディ組が2点という試合ですね。さあ、昨日ですね、これ昨日の動画を、ご覧、3日目の動画を見ていただいている方は、わかると思うんですけども、第1試合でね、マイティ・井上がやってくれましたね。実はマイティ・井上は、クリティカルをテクニカルに、設定し直しておりまして、丸め込み技でクリティカルが出せるようになってるんですね。で、昨日対戦したアニマルとホーク、まずホークを、クリティカル、丸め込んでクリティカルを出して、これで気力を全部ゼロにしたはずなんですよね。ただこれが、カットプレイに来たホークをに対して、クリティカルだったので、そのままコーナーに、逃れられると。で、次に今度アニマルも、立て続けに、クリティカル、丸め込んでクリティカルを出すんですけども、今度はアニマルに
ネックハンディングツリーで釣り上げられて、マイティ井上がギブアップしてしまうという展開ですね。まさにこうメイクドラマと言いましょうか。クリティカルが同じ試合の中で2回も起こって、しかもそれでも負けるという、もうすごいことやってくれたということなんですね。その、今マイティ井上が控えている、左の青コーナー、タッグパートナーはゲイリー・オブライトですね。ゲイリー・オブライトのね、やっぱりスープレックスがなかなか出ない、エンジンかかるのが遅いわけじゃないですが、ある程度相手にダメージを与えれないとジャーマンとかはやっぱり出せない。バックを取ってもやっぱ返されることが多い。フロントから組んでいくこともできるんですが、それがなかなか出ない状態なんですよね。だからそれがまあ今のところあまり出てないのが、まあまあちょっと敗因になってるかというところでもあるかと思いますね。さあ逆に、スティーブ・ウィリアムスとテリー・ゴディ組、今テリー・ゴディが出てますね。初日にハンセン・ブロディに負けたんですよね。で、その後は昨日を、前田ハンに勝ったんですよね。あれ？なんかおかしいな。前田ハンが勝ったんかな？僕は逆をつけてる。いや、そう合ってると思います。また後でチェックしますね。ということなんですよね。さあ、試合の方はさあこうやって丸め込み始めますね。マイティ井上はねかなり早い段階からこう丸め込み始めるはずなんで、いつクリティカルが出てもおかしくないんですよね。さて7分、試合時間は7分ですね。まだお互いどちらがっていうことないですけど、マイティ井上組の方がちょっと押されている感じのような気もしますが、どうでしょう。あ、ブレンパス上がらないですね。さあ場外でこれは追いかけない、いいですね。マイティ井上はさっと帰ってきましたね。さあ腕を取って行きますが、これは特にねマイティ井上腕をこう長く攻めれるというわけではないんですよね。さああ、そうそう、またあの余談を言っておきますが、ちょっとずつ、本当にちょっとずつなんですけども、動画の視聴者数ですねをが、なんとなくチャンネル登録してくださってる方が、まあ、全員見てくれたとして、今50超えたぐらいやから動画を上げて、その日の夜までに、まあ、夕方に上げて夜ぐらいに、50のアクセス数じゃない、視聴者数が50ありゃいいかなとずっと思ってるんですが、まあまあそれが最近なぜか、100を超えることが多くなって、ちょっとずつ100に近づいてきたと言った方がいいですかね。100をまだ超えることがないんで、100に近づいてきたことっていうのがちょっと嬉しくて、まあまあ多くの方が見ていただいてるっていうのはありがたいなと思いつつ、まあそれと当然同時にプレッシャーもまあかかるわけなんですけどね。まあまあでもそんなね、そんな何万も、有名な YouTuber のように見られるようなことはまだまだないでしょうから、適当に遊びながらやろうと思ってます。ただまあ見てくださってる方は本当にいつもありがとうございます。特にコメントくださってる方、まだまだね、満足できる失敗も多いと思いますし、相変わらず手作り感満載の、ことなんですけどね。あのね、今悩んでるのはね、こんなこと皆さんに言うべきことじゃないですけども、今悩んでるのはあのね、画質もまあもうちょっとなんとか綺麗にならないかなと思ったりまあするんですけども、それ以上にこの音声がね、どうにかできないかなと思ってるんですけど、今やってるこう無料ソフトでは限界があるんかなと思ったり、やっぱりだから、動画編集のもう一回勉強し直さないといけないのかなと思ったり、してるんですけどね。まあその辺音がちょっと自分ではね、あのちっちゃい音をなんとかしないといけないなと、特にこの今喋ってるマイクも、マイクで喋ってる僕の実況する声を
大きくする方法とかなんかこうないかなと思ったりしてるんですけどね。だからあれですよ、ひたすら頑張って大きい声を出すしかないのかと思ったり、マイクに近づいて喋るしかないんかっていう超アナログのやり方で、やってますんで、本当にまだ皆さんに迷惑かけて申し訳ないと思ってます。その申し訳ないんですけども、見てくださる方が増えるということが、嬉しいなと思ってます。はい、さあ試合の方に、集中していきましょうかね。どうでしょう、タッチはまあしてますが、それほど、マイティ井上もこうやられてない感じですけどね。まあここまで、今日が4日目で3日目までで15試合ほど見てるんですけど、まあやっぱりあれですよね、本当に勝負は時の運的な、こうタイミングがピタッと合えば、いくらそんなに強くないチームでも勝ててしまうっていう展開になってるかなと。逆に強いチームなのに、タイミングが合わないだけで負けてるという状態で、これ間に合うか、おーっとドクターボム2連発はさすがにゲイリー・オブライトでも厳しい。あー、これはきつい。さあマイティ井上がカットに行きますが、これは耐えましたね。さあゲイリー・オブライト、ちょっとジャーマンを出したいところです。バックを取ってジャーマン出ましたね。いいですね。さあそこから嬉しい行きます。これはちょっと場所が悪い。テリー・ゴディが全部空振りしましたけども、あれどうなんでしょうね。あれカットに行って十分間に合ってるのに、蹴りが外れてギブアップってなったらかっこ悪いですよね。あれはどう、うん、まあちょっとあれ、うわー、痛い。パンチが今2連発で入りましたね。さあこれは圧倒的に赤コーナーの方が有利な感じですが、どうでしょう。マイティ井上はサジを投げたわけではないですが、次々と入れ替わり立ち替わり技を決められてますね、ゲイリー・オブライト。さあどうする、ゲイリー・オブライト、これは、あ、いいですね、自分の方に引き連れていけば展開が変わってくるはず。さあ腕試技に入った、これはギブアップはないが、ダメージは多少与えれているでしょう。さあマイティの上、カットに来たテリーゴディを、ま、あ、ちょっと待ってください、そうでもないか。さあテリーゴディ、あ、バイルドライバーですね。さあここがチャンスのような気がしますけどね、ゲイリー・オブライト。さあジャーマン、お、連続ダブルジャーマンでいきましたね。さあそこからのカバー、これはどうだ、あーっと初勝利ならず、まだですね。さあスティーブ・ウィリアムスがロープに投げてパワースラム、カウントが入る。これはしかしカット、間に合った。さあお互いこれも今どっちがどうなのかわからないですね。マイティ井上がエプロンにいるということは、クリティカルはゲイリー・オブライトのフルネルソンスープレックスしかない状態。さあここでテリー・ゴディにカット。さあ試合権利があるのは、テリー・ゴディとゲイリー・オブライトですね。さあちょっとテリー・ゴディはここは場所悪いですけども、ここでパワーボムでも一発出れば十分勝機はありますが、さあリバース DDT から、あっと、張り手一発でゲイリー・オブライト倒れてしまいますが、腕を取っていきました。さあこれはカットに入りますね。さあここは人間魚雷コンビはやっぱりタッチワークがいいですね。ずっと常に、赤コーナー側で戦ってるような気がします。さあこれは、首を取っていきますが、なんとか避けましたね。あ、今の音だけ入る状態になってますね、これはね。さあマイティ井上が垂直落下ブレンバスターでちょっとやられましたね。さあ逆にバックを取ったゲイル・ブライトがジャーマン2つ決めました。いや、しかしカバーに行けない。さあどうする、もう一丁バックに、ああこれもいけない。さあテリー・ゴディはなんとか耐えているが、まだタッチにはいかないということは余裕があるか。さあバックを取り返した、ここでぶっこ抜きに行くか。ぶっこ抜きで行ってもカバーはしない。いや、足を取りに行こうとしたが、これはかわされましたね。さあ、あ、いいですね、ゲイリー・オブライト冷静にジグンに引き連れ戻してから、いや、しかし足が取れない。
さあずっと今、ゲイリオブライトがローンバトルのような感じがしますね。なかなかタッチに行かない感じです。さあバックを取ってフルネルソン出ました。これは効いたでしょう。いやーしかし寝技に生かしてもらえません。さあテリゴディはタッチにでも行かないですね。テリゴディもさあこれはジャーマン決まった。ゲイリオブライトこれは十分ダメージを与えれているがギブアップしない。マイティの上ちょっとだけ遅れたがウィリアムスを抑える。さあここでどうなる。ロープに投げてあと飛びついたがか間に合いましたね。マイティの上間一発というところでしょう。 今の動きは良かったですね。早かったです。さあ試合権利があるのはテリー・ゴディとゲリオ・ブライトですがどうでしょう。テリー・ゴディがちょっと押しているか。ドロップキックで倒していくがテリー・ゴディも立てない。ゲイリオ・ブライトは全くタッチに行く気配がありません。パワーボムに行ったところを下から捉えたのはゲイリオ・ブライト。これはしかしブレイクしましたね。さあマイティ・イノウエが何かそうですね、ウィリアムスがぶつかった。さあテリー・ゴディ椅子を持ち出しましたね。今思いっきりぶん殴りましたよマイティ・イノウエもやられてしまった。さあこれは危ない。さあバックの取り合いから場外で殺人バックドロップを食らってしまった。これはマイティ井上かなり厳しい。そしてリング上は、ゲリオブライトとテリー・ゴディですがこれはパワーボム、これはブレイクですね。あもう試合時間が26分を超えてます。まもなく27分ですね、試合時間が30分一本勝負になってますので、引き分けまであと3分を切りました。さあこのままいけば引き分けとなりますがいやここは投げれない。スティーブ・ウィリアムスとゲイリオ・ブライトバックを取ったのスティーブ・ウィリアムス、いやバック取り返した、いやそれを首投げで返す。さあ試合時間はあと残り2分30秒となりました。これは厳しい。あー決まってしまった。いやー逆エビ固めかなり厳しい角度で聞きました。ゲイリオ・ブライトが最後タッチに行けなかったところが厳しかったですね。そして場外でマイティ・イノウエがスティーブ・ウィリアムスから殺人バックドロップを食らったというところも、直接ではないですけども敗因になったのかもしれません。試合時間27分40秒逆エビ反り固めによりスティーブ・ウィリアムスがゲイリー・オブライトを下した試合でした。試合評価は 100% ですね。いや素晴らしい試合だったですね。いや井上オブライト組は初勝利ならずというところですね。 はい、じゃあ次の試合に行きましょう。じゃあ次はちょっと待ってくださいよ。これですね。はい、来ました。スタンハンセン、ブルザー・ブロディ組、対、前田明、ボルク・ハン組ですね。前田ハンもそうなの、2点なんですよね。ブルザー・ブロディとスタンハンセンも2点。いうことのはずです。違うかったらごめんなさい。じゃあ試合開始です。さあこれ本日3試合目ですね。左の赤、黒のタイツ、青のニーパッドが、スタン・ハンセンですね。右の黒のタイツレガースが前田明、赤コーナー控えるのはボルク・ハンですね。左に今隠れている青コーナーは、ブルザー・ブロディということですね。お互い2点2点のはずですね。ハンセン・ブロディ組は、あれちょっと待ってくださいね。あらハンセン・ブロディ組はこれもしかして2試合目ですかね。はあ、はあはあはあははあ、何か僕の勘違いがなければハンセンとブロディはまだ、1試合しかしてない。いやそんなことないはず。どっか見逃してるような気がする。ですがいやでもやっぱりそうか、そん
な気がしますね。どっかで何か間違えてる気がしますが、いやそうですね、ハンセン・ブロディはまだ1試合しかしてない、だから1勝0敗と無敗の状態なのかな。後でもう一回チェックしましょうね。で前田藩組はそうなんですよ、前田藩もまだ1勝しかしてないですね。前田藩はでもスティーブ・ウィリアムズ、デリゴディに昨日負けてる、あれ違うかな、まあいいか、後でまた見ましょうね。試合に集中しましょう。さあ試合の展開としては、今タッチして、出てきた藩がやっぱりクリティカルを、出す出さないでだいぶ変わってきますよね。まあしょうがないですよね。まあ前、ボルクハンっていうものを作る、まあ育てると言ったらいいですかね、ってなった時に関節技に行かないとどうしようもない、ただ関節技に行って、クリティカルを決めるとなると、当然強くなるという可能性が出てきますからね。これは確率の問題になるので、その技にたくさん行けば行くほどっていう、なんか身も蓋もない話ですけどもね。ただまあやっぱり強いですよね。ただね、一個だけね、ボルクハンには実は弱点があるんですよ。今はここで技とは言わないでおき、言ったことあるかな、まあ、言わないでおきますが、実は、ちょっとした弱点があるんですよね。今回それがどう影響するかは、ちょっとまだわからないですけどね。この2人なら、いや可能性はあるな、なきにしもあらずというところでしょう。その弱点を、補う、なんていうんですか、補って余りある、なんかそんな言葉ありますよね、大体想像してください、ぐらいこの関節はやっぱりすごいですよね。だから最近新しいレスラーを作ったら、大体1回はボルクハントをやらせてるんですね。また新しいレスラーはこうもうちょっとあとね、あと何人か作ったら、あと2人ぐらい作ったらトーナメントをまた久しぶりに新人トーナメントをやりますので、そこでお披露目をしたいと思いますが、そのテストをするときにはだいたいボルクハンを1回は当てる、初っ端では当てないです。最初はね、ボルクハンに勝てるっていうことはすごいっていう今状態になってるんですよね。何でしょうね、誰も見てないから別に全然いいんですけど、こっそりテストするときもなんか自分の中でチャンピオンの前田に勝ってしまったらいけないから、新しいレスラーができても前田はというか、新しいレスラーがいようがいまいがベルトを持ってるやつらって、ね、チャンピオンとの試合を組まないんですね。誰も見てないんですよ、録画も何もしてないんですよ、YouTube に上げたりもしないんですよ。それなのに、前田がもし負けたらとかって思ってしまうんで、わざと試合をしないっていう、試合を組まない、見ないっていうことをしてるんですよね。変やなと思いながら。で、まあまあ、その前田といい勝負をするであろうボルクハンは、まあ別にチャンピオンじゃないからいいかということでしたりしてるんですけど、変なもんですね。チャンピオンベルトっていうだけ、チャンピオンベルトを持ってるというだけで、それだけなんか扱いが変わってしまう。だからベルトを失った鈴木はボンボン試合してるんですけどね、最近ね、まあ練習を兼ねてというか、鈴木にももう一回光を与えないといけないような気もするんですけども、すいません、この動画を見ている人しかわからない話題になってしまいました。試合は10分経過しましたね。やっぱりボルクハンがタッチワークに行くのが遅いっていうのと、そうですよね、孤立しやすい流れになってますよね。なかなかタッチいかない。でもこの間にやっぱり前田が、回復してしまうので、まあ、そう考えるとやっぱり強いですよね。さあここで、ブロディもタッチに行きました。そして2プラトンのブレインバスターですね、場外への落下ダメージも多分これ加わるはずなんですね。さあ、ある程度ダメージを与えましたね。ハンセンが、そこでパイルドライバーに行って逆エビ固め、これをボルクハンはカットに行かないんですね。
このチームが負けるとしたら、この前田が出てる時にカットに来ない状態で勝ちを拾うかっていうところですけどね。まあでも前田が強いですからね。前田がそう簡単に、2人相手でも勝ってしまうという、ようなこともあるでしょうね。おお、ハイキックいいですね。さあ試合時間は13分を超えましたが、お互いでもまだそんなに、ちょっとブロディがダメージがなんかありそうな気がするんですよね、この4人の中でいくと。いやー、この2人は張り合ってますね。そうか、スタンハンセンが前田にチャレンジ挑戦するっていうのも、今後ありですよね。あ、まあその前に一応まだ決めてないですけど、ストーリーとしてはやっぱり、前田半組がもし優勝した場合、半としたら、これで俺はお前のベルトにチャレンジできるのかっていうストーリーがあってしかりかなとっていうのは、この間ちょっとコメントをやり取りしたんですよね、ファンの方と。まあ確かにそうだなと、これで優勝することができれば、その強さを認められたということになると。で、あの時道場で行って、結果が誰も分からなかった2人の試合、あれ僕オーナーは見てるんですけど、もちろんね、止めてません。最後結末まで見ました。僕は言いたいですけど内緒にしておきますね。さあカット、あハンセンすげー、ウエスタンラリアットすげー。やっぱりカットプレーがないというのは、やっぱりこういう差が出るのか。さあ、意外とあっさりでしたね。いや、これハンセンもやっぱり今度チャンピオンに挑戦させろっていうことになるでしょうね。直接3カウント取ったわけですからね。前田半組が負けてしまいましたね。試合時間15分48秒、ウエスタンラリアットからの片指固めで、スタンハンセンが前田明からピンフォール取って、他試合ですね。試合評価は 73%。そら、こんだけあっさりだとね。ハンセン・ブロディも強いな。これでも、ハンセン・ブロディ、ちょっと、あ、これ見ましょうね。ごめんなさい。僕なんか間違いをしてるかもしれないんで、ちょっと一旦試合の流れを止めますけども、ハンセンとブロディは、2戦2勝ということですね。で、前田は、やっぱそうですね、こう負けてるんですよね。あー、なるほどな。前田半組はこれで、1勝2敗というふうになったことですよね。すいません、今ちょっと、いかんちゃった。ですね、いやー、なるほどね。そうか、間違ってなかったですね、ということですね。はい、じゃあ次の試合に行きましょう。次はこうですね、越中マシン、越中シロー、スーパーストロングマシン組対アニマルウォーリアーフォークウォーフォークフォークでフォークウォーリアーですねの、試合です。さあ、左の青コーナーですね、白い袴姿が、越中シローですね。右の黒と赤のコスチュームが、アニマルウォーリアーですね。さあこの2つ、そうですね、越中シローと、スーパーストロングマシンはなんか昨日の試合なんか見てたらなんか、上り調子のような気がしてきたんですけどね。点数は越中マシン組は現在0点、まだ1勝もできていません。でアニマルウォーリアー、フォークウォーリアー、ロードウォーリアーズは現在4点という状況です。アニマルとフォークは今のところ、1,2,3 試合、ああそうか、3戦2勝ということなんですね。アニマルとフォークなんか試合多いな。これ追ってんのかな、大丈夫かな。なんか超アナログで手書きで紙で作ってる試合日程表が合ってるのかどうか、あんまり自信がなくなるんですが、この辺がね、まあまあまあいいですよね、アナログな感じのところもあってということですけども。さあ、タッチ、お互いタッチして出てきているのが、スーパーストロングマシン、マスクをかぶっているマシンと、フォークウォーリアーですね。
フォークウォリアーかっこいいですよね。僕は個人的には大好きなんですけどもね。さあカバーに行きますが、これはカウント1で返しますね。さあ、ああ、やっぱロードウォリアーズは赤コーナーはタッチワークが早いですね。かといって、まあ、青コーナーの腰中マシン組がそんなにタッチワークが悪いというわけではないんですけどね。さあヘッドバットから足を取っていきます。ちょっと黙りますね、すいません。バーンバーン、はい、そうですね、ちょっとまた余談なんですけども、今年の予定なんですけど、年末までやって、で、あとは、以前ちょっとやってた再現シリーズみたいなのを、実況なしで年末はちょこちょこ上げていこうかなと思ってるんですね。で、来年初っ端は、バトルロイヤルを、まあ、一発やって、まあ、8人やから、その8人をどう選ぼうかなと思ったりしてるんですけど、ふと思ったんですけど、このファイプロって、8人タックまでできるんですよね。4対4、3対3、もちろん6面もできるんですけどね。6面タッグマッチをちょっと今度1回やってみようかなと思うんですけど、まあまあ1回シングルを挟んどこうかなと。来年のことをね、考え始めると今頭が痛いんです。痛いじゃないけども、考えると楽しいんですけどね。痛くはない、楽しい方ですね。ずっとどうしようかな、しようかなって考えてる、風呂に入ってる間もトイレに行ってる間も、それを考えるのが楽しいんですけどね、今ね。さあちょっと場外で暴れてますが、これは試合権利があるのは腰中四郎と今アニマルですね。さあ腰中が頑張ってますね、いいですね。あーっとこうなんです、そう、シックス面をやろうと思ったのは、シックス面タッグマッチでしか見れない技があるんですよね。例えば、太鼓の乱れ打ちとか、あれはタッグでは見れないんで、あれをこう見るためにはやらないと思ったんですよね。ただ試合がむちゃくちゃになるしなと思ったり、試合時間が長くなるしなと思ったり、それを考えるとちょっとこう試合数を少なくしてやろうかなといろいろ考えたりしていますけどもね。ただまあでもこのタッグが終わるとやっぱりちょっと一回シングルが見たくなりますよね。ベルトに挑戦もやらないといけないですから、今ちょうどスーパーストロングマシンが出てますが、キングオブマスクっていうベルトも一応あるんですよね。だからあれがまだ1回も防衛戦を行ってないままなんで、その防衛戦を1回年明けにやろうかなと。ただまあマスクマンをじゃあ作らないといけないなと思ったりも、しています。では当然マスクマンだったら、ルチャ系のレスラーを作ろうかなと今思ったりもしてるんですよね。そうなると、タイガーマスクを作ってないよなっていうのがあって、でもなベタやな、ちょっとマニアックじゃないなと思ったりもして、じゃあマニアックになるとタイガーマスクと対戦したってなるとウルトラマンとかあの辺を持ってこようかなとかっていうのを今考えてると、そういうようなことを考えてるんですけどね。まあ、考えるだけはただなので楽しいですけどもね。さあ試合にちょっと集中していきましょうか。コシナがえらい頑張ってますね。マシンを温存したというところでしょうか。ホークが場外で、翻弄された感じがありますが、ああいいですね、ダイビングしてからのフィストドロップ、これもね、ダイビングフィストドロップはあれはかっこいいんですよ。僕はあの技すごい、フォークをやるのは大好きなんですけど、グレート歌舞伎がやるタイプのフィストドロップっていうのもあるんですよね。普通にこうなんていうんですかね、ジャンプして、じゃどう言ったらいいんだろう、前にヘッドバットみたいな形にならないっていうやつですね。こう踏ん張ってなんかやるような、言葉がうまく伝わらないですね。さあパワーボムでいったぞ、
カットが間に合いましたね、これはね。さあ腰中が丸め込みにくる、ホークがちょっと今疲れてる状態。さあマシン、これはチャンスかもしれない。マシンもね、でもちょっとダメージが、高いような気がしますが、さあブルドキングヘッドロックで返していきましたね。さあこれはちょっと試合に集中していきましょう。マシン風車固めが、今回なかなか出てないので、あれが出せばいくらアニマルであれフォークであれ倒せそうな気がするんですが、まああれも連発する技じゃないんでね。いや腰中もちょっとしんどそう。試合時間まだ14分というところですが、さあタッチワークに翻弄されている感じでしょうか。ラリアットは避けました。ああいいですね。 DDT が出るようになったらマシン調子が良さそうな気がするんですが、さあこれはタッチに行きますね。アニマルを引きずり込むことには成功しましたが、逆に反対に返しに投げてしまう。ああ2プラトンの、コーナーポスト技が見たかったんですけども、それは見れませんでしたね。試合時間が15分折り返し点まで来ました。おお続きがいいですね。さあラリアットにやられましたね。腰中ちょっと苦しいか、アニマルが押している。あらアニマルには余裕がありそうです。さあカットに行きましたね。いけると思ったんでしょうけど、きつそうだったんでしょうね。今のはちょっとだけマシンが出るの遅かったですから。さあ気合を入れて声を出していってる感じですね、腰中ね。さあモモキックで行きましたが、ここはですね、リフトアップスラムからのプレスじゃないですね、投げ捨て。アニマルらしい感じがしていいですよね。さあここはなんとかしたい腰中ですが、あいいですね、青コーナーの方に引き込んでいって、タッチはまだしない。さあカバーに行きますが、これはまだ大丈夫か。カウント2までですね。あっとこんなところでマシン風車固めが出ましたね。今ねホークに対して、マシン風車固めを出しました。これはチャンスなのか、もしかすると。さあカウントが入るが、カウントは2ですね。さあマシンが変なところでマシン風車固めを出しましたが、さあ腰中、いやベアハッグ、これは厳しいがギブアップはしない。さあ一旦戻って帰ってきたマシンにもベアハッグですね。さあココナッツクラッシュから、これは何を持ってくるか、ラリアットかな。ダイビングのラリアットが決まりました。さあしかし腰中もアニマルも起きれない状態。さあアニマル気合を入れて、ここはちょっと場所が悪いが、フットボールタックルからのもう一丁行きたかったが、いやここはたまらずタッチ。腰中スッと引きましたね、今ね。すぐエプロンに戻りました。これよっぽど効いているのか。さあラリアットマシン出てきたところいきなりやられてます。さあ腰中がカットに入れませんが、ホークがカバーに来ましたね。しかしこれは何もできず、串刺し DDT でマシンが行きますが、続けることができません。試合時間は間もなく20分となります。さあこの戦いをお互い、いや腰中組はまだ0点ですから、腰中組がなんとか勝ちたい。アニマルホーク組は4点ですから、優勝を狙うためにはここで負けないようにしたい。ここで勝てばだいぶ有利と、トップに並ぶということになるわけですね。6点ですからね。さあアニマルここで、ダイビングヘッドバットを食らった後タッチに来ました。さあ試合残り時間10分を切りましたが、ロードウォリアーズ組はそれほどダメージがこう見られない気がするんですけどね。さあ今度は、いや今のかっこよかったな、ホークのダイビングラリアットからのダイビングフィストドロップ2連発ですね。さあこれはブレイクです。さあたまらず腰中が出ましたが、パンチ一発で倒されています。これは腰中エプロンにいても、だいぶ疲れているということでしょう。さあそうなるとマシンが頑張らないといけない状態です。さあ肩エビ固めですが、これは腰中がフォローに行きましたね。さあしかしぶつかってやられる。ちょっと腰中がかなり劣勢のような状況、疲れが。さあここでジャンピングボムに行きました。ただこれはアニマルにカットされますね。さあ逆エビがためで決められてしまいました。いやー今うまかったホークは一瞬でしたね。ジャンピングボムで決められたんですけども、カットに来てる間に
マシンを逆指固めで切って取ったというところですね。試合時間は22分27秒、逆エビ固めで、ホークウォリアがスーパーストロングマシンを下した試合でした。いやー、試合評価は 83% ですね。これで、ロードウォリアーズが6点のはずですね。ちょっとそれだけ確認しておきましょうね。こう、あー、なるほどね、トップに、うん、なかなか、あ、でもいっぱいしてるんですよね。前田と半組にはこれ負けてるんですね。クリティカルでやられたはずですね。さあ、じゃあ本日最後の試合に行きましょう。ここですね、これです。ジャイアント馬場アントニオ猪木組対高山家臣組の試合です。本日最後の試合となりました。試合開始です。現在ジャイアント馬場アントニオ猪木は2点2勝、はい、2点じゃない、4点ですね。4点で、高山家臣組は0点のはずです。赤いコスチュームがジャイアント馬場、黒、のショートタイツと金髪が、高山後ろですね。で、左の青コーナーの方がアントニオ猪木控えてます。で、青のコスチュームの方が、赤コーナーの青のコスチュームが剣道家臣ですね。さあ、高山が攻めて先にタッチをしたのは馬場の方ですね。猪木が出てきました。そうですね、ここまで猪木組は、馬場猪木組は1敗、して、その後2連勝という状態ですね。1、2、3、今日4試合目。馬場猪木組なんかは試合数が多いような気がするけど、そうなんですよね。ハンセンブロディ組が、まだ2試合しかしてないのが、ちょっと何かトラブってそうな気がするんですけど、まあいいか。まあ十何日もありますから、16日もありますから。さあ、剣道家臣が猪木とやってますが、あ、これは指定関係でもないんか。そうですよね、もう時代は完全に、こう、あ、でもあれですね、指定関係ですね。猪木の付け人、付け人じゃない、付き人。付け人って、あの、つけ目みたいになってしまいましたが、パラオとか猪木が行ってた時にそれに一緒についていったのは藤田と多分家臣とかが行ったはずなんですよね。まあそういう意味では、行動を共にしたと、師匠と弟子というところでしょうか。さあ、その家臣なんですけども、ここまで、あまりいいところがないと、いうところですよね。この2人が勝てないはずがないんですけどね。クリティカルが出ないからなのか、それ以前に家臣の能力が低いのか。さあ、高山が孤軍奮闘するような展開が多かったんですけども、これ猪木は今カットじゃないタッチに行こうとしてるんでしょうか。いや、大丈夫ですね。さあ、いいですね。いや、いいですよ。なかなか家臣いい動きしてるような気がしますが、インディアンデスロックで捉えられてますね。さあ、なかなか腕を取りに行かない。まあ最初はしょうがないですよね。あんまりにもね、腕ばっかり取るような展開も面白くないですけどね。さあ、5分、早くも5分経過しました。猪木がキーロックですが、あ、そうか、猪木も腕を取ってくるんでね。さあ、エルボー、スマッシュで勝ち上げておいて、勝ち上げ式エルボースマッシュ。さあ、黄色くいいですね。ねちっこくいきますね、ここはね。どちらかというと、この4人は寝技で、握手を求めましたが、まるっきりか、無視されましたね。これ、でもタッチワークとしたら、馬場猪木の方が回数は多いですよね。馬場がもうこれで2回目ですから、そうですね。あんまり馬場は出ると、またスタミナ切れを起こしそうな気もしますけどね。なんか、また余談ですけども、何の本やったかな、泣けるプロレスっていうシリーズが確かあって、それに書いてあったんですけども、高山が、全日本に参戦するようになった時に、その全日本の、まあ、元々のルールとして、馬場音大ですよね、まあ、社長馬場がシャワーを使ってる、その
風呂場っていうか合宿所っていうんですかね、でやってる時は他は入ってはいけないみたいなのがやっぱりあったみたいですよね。別に馬場が本人が言ったわけじゃないんでしょうけどね、ただでもそれをがあったのは、まあ高山はそれを知らないから参戦した当初ずかずかと入っていったみたいなんですよね。別に普通にそれを知ってて行ったのか知らずに行ったのかはまあまあわからないですけども行ったらしいですね。でまあ当然別に無礼を働くわけじゃないですから、それ自体は、そこに堂々と行って馬場さんにきちっと挨拶して行ったっていうのを、馬場さんはなんかすごい喜んで可愛がったらしいですね。でそこでそのシャワー浴びながら、お前の試合もうちょっとこうした方がいいぞとか、こういう風にした方がもっと大きく見えるとか、まあ2人とも高身長ですから、そういう風なことを言っていたらしいですね。それからなんか体操、馬場さんは高山を可愛がったっていうのがその話に載ってるんですよね。まあそれがそういう2人っていうのもなんか分かりながら見るとなかなか面白いですよね。さあその高山が馬場に対してこう恩返しができるのかというようなことも言えると思いますね。さあその、馬場が腕を取りに行きましたね。さあ試合時間は10分を経過しました。さあちょっと、馬場のカラータイマーが鳴り始めましたがね、早い展開で動きまくるとスタミナが切れてしまうと、話題になっているのはロープに走ったら息切れをする馬場、止まってしまう馬場。この2人はそんなに、剣道家臣と高山が、ロープワークをするようなロープに投げることは少ないとは思うんですけども、それでも実は馬場攻略の一つなんですよね、多分これはね。だから馬場が、疲れてじっと立ってる、呼吸は荒げて立ってる状態になるということは、高山はバック取りに行きやすくなりますし、剣道家臣は飛びつき腕ひしぎ逆十字に行きやすくなるということなんですよね。さあこの辺がねやっぱり投げれない、今のダブルアームスープレックスで投げれないっていうところが馬場の強さのはずなんですよね。だいたい返し技で返してしまう、だからちっちゃい技で行った方が実はいいということなんですけどね。ああいいですね、ハイキックと全部かわしていきましたね。けさ切りチョップで倒していきます。さあしかし馬場も追撃に行けないという状況ですね。さあ腕ひしぎで高山が掴まれ、これは家臣がたまらずカット、しかし、足が短いわけじゃないですね、当たらない。あ今度は高山が打撃で行きましたね。いや今これバック取ったんですけどね、バックドロップかですかね。さあたまらず馬場が猪木とタッチ。なんか今回まあまあまあでも実際そうですよね、猪木馬場組、馬場猪木組としたら猪木の方がなんか目立たないような気が今回ねしてるような気がするんですけども、黒子に徹してるというところなんでしょうかね。さあこれは家臣がカットに行きました。さあ猪木も、打撃は強い張り手で、あいいですね、顔面張り手。しかし猪木は投げれるんですよね。あ投げれると思うんですけどね、サイズの問題と魔性っていう返し技では、そうですねこれバックドロップ投げましたね。さあストレスが溜まってた高山としてはすっきりしたのではないでしょうか。さあ連続パンチでダブルアームスープレックスも投げていきますね。猪木やってられんと言わんばかりにタッチですね。さあこれは馬場がやっぱり強い、そうですね、今一度も高山はタッチしなかったですからね、猪木を痛みつけてということになるでしょう。さあその馬場に高山がミドルキックを叩き込んでいきましたが、今度は投げれないですね、やっぱりね、ダブルスプレックス耐えました。馬場はこういう耐えるところが強いということですね。やっぱりいいな、今度はアンドレも作ろうかな。あカウント 2.9、 危ないですね。さあここは高山ちょっと踏ん張りどころ、できたら家臣にタッチしたいところでしょうが、あえて馬場に付き合っているというところでしょうか、それとも家臣がなかなかタッチできない何かがあるのかですね。さあ馬場の張り手を食らって倒れる高山。さあコブラクラッチからの
使わずとしてバック取って投げて、さあどうする、ランニングネックブリーカードロップが決まりましたが、これはスグッと立った。さあたまらずタッチに行きたかった高山ですが、打撃合戦になって、これは高山が勝った。さあ家臣が出てきた。さあここで家臣がどうするかですね。バックを取って、しかしココナッツクラフシュで返されますね。か逆肩エビに行きますが、これは高山と、ああそうか、まだタッチしたばかりですからカットに行けないです。おお、ローリングクレードル、ババオローリングクレードルですよ。いいですねこれは、なかなか渋いババオローリングクレードルで、カウントが入りますが2ですね。さあ再びローリングクレードル、いやーこれもなかなかいいですね。これでババが3カウントを取られるようなことがあれば大金星と言っていいでしょうが、さすがにカウント2。さあ試合時間は20分を経過しました。猪木が高山のアキレス腱を捉えていますが、ここで家臣が腕ひしぎに行きましたね。ブレイクがなかなかできない状態。さあ猪木はまだ大丈夫、いや家臣、ああなるほど、ババがタッチしに行きましたね。さあ今度は猪木対家臣ですが、ババに狙いをつけた家臣が、いや逆にババに腕を取られるという状態ですね。さあ猪木はお預けを食らった。試合時間は21分を超えた状態です。さあ家臣が猪木を捉えていくが、逆に猪木が腕を取り返していきますね。いいですねこの辺の技のやり取りはね。おお高山がババに、膝を食らわしていきます。2位でいきますが、家臣が高速ブレインバスター、高速ブレインバスターとカミソリブレインバスターなんか違いが未だにわからないんですけどね。さあ猪木の腕を取っていきますが、これはババがカットに入ります。腕、ババこれは腕って言いましたけど、今ババが今動きが過敏ですね、敏感。あさあ逆に家臣の腕が伸びていますねこれはね。さあ今度は、家臣が猪木の腕を取っていき、腕の取り合いになってきましたね。ただおーいいですね、このダイナミック2位からの、チキンウィングフェイスロック、今いいコンビネーションでしたね。ただギブアップはそう簡単にはしない。さあ張りで一発で倒された家臣ですが、なんとか耐えてますね。さあ試合時間は23分を超えました。残り試合時間は6分、まもなく6分。ジャンピングネックブリーカードロップからチキンウィングフェイスロック、これはカットに入ってくるでしょう。さあカットに入ってきてからが問題ですね。この後どうなるか、あーっと円錐切りが決まった、円錐切りですね。さあ高山がここで場外に落とされたが、家臣が小軍奮闘腕を取る、これは馬場のカット、ちょっと黙りますね。いや馬場がよく動く動く、まだスタミナ切れ起こしてないということですねこの試合ね。さあ腕はちょっと家臣が伸ばされていますが、まだでも諦めない。さあ猪木の腕を取りに行きましたが、さあここはどうなるか、あこれはいい展開ですね。猪木の腕はまだ伸びてないから大丈夫でしょうが、あれですね、猪木の関節はダブルジョイントっていう話がありますよね。関節の、可動範囲が異常に広いっていうのは持って生まれた、猪木の関節防御力なんですよね。だから猪木には関節技は通じない。あと言ってましたね家臣が、そういえばあの猪木は本当に顎をうまく使うって言ってましたね。顎で締めてくるって言ってましたね。顎でなんか痛いところついてくるとか言ってましたね。さあその猪木がタッチして馬場と変わりますね。さあここで高山が飛び出してきました。キックで馬場をなぎ倒していきますね。これ、試合権利があるのは家臣と馬場ですから、猪木はこれを家臣を捕まえておきたいか、いや、馬場がボコボコにされてましたね今ね。さあ家臣は家臣と馬場ですね。さあ今度、ああいいですね、馬場に本家本元ランニングネックブリーカードロップ、ジャンピングネックブリーカードロップですね。ランニングネックブリーカードロップとジャンピングネックブリーカードロップの違いも僕はよくわかりません。さあ馬場がこれは厳しいぞ、逆片エビ、あダメ、やっぱりそうか、いやー馬場がボコボコにされていましたが、やっぱり一瞬の隙を逃さない、いや馬場強いですね。
猪木よりも馬場が決めてる確率が高いような気がするんですけども、もう試合時間27分までいってたんですね。試合時間27分38秒、逆片エビ固めにより、ジャイアント馬場が剣道家臣を破った試合でした。馬場猪木組がこれで6点ということで、試合評価は 89% でした。ちょっとじゃあ点数を見ていきましょうね。馬場猪木組はこれ1敗してるはずなんですよね。3勝1敗。ちょっと見ていきますね。で、三沢小橋組が3戦3勝。で、田中グラジ組が1勝2敗。剣道家臣高山。高山剣道組はすでに4敗ということですよね。で、ジャンボ天竜、鶴竜は2勝1敗。で、腰中とマシンが、ごめんなさいね、ちょっとカチャカチャうるさいですけども、3敗ということですよね。で、忍びマイク組が3勝ですね。で、井上オブライト組は3敗。かなり名腕が分かれてきましたね。ここですよ、問題は。ハンセン・ブロディ組がまだ2試合しかしてないということですね。それでも負けなしということですね。だから点数では4点ですけども、負けてないというですね。で、スティーブ・ウィリアムス・テリー・ゴディ組が2勝1敗。マイダ・ボルクハン組が1勝2敗。ここですよね。だこの差が、いいか。4戦して3勝1敗。アニマル・ホーク、ロード・ウォリアーズですよね。で、ドン・荒川と、ドン・荒川と橋本組はまだ2試合しかしてないということですよね。この辺は一応ね、なんていうんですか、アナログで、日程というかカード作ってるので、試合数についてはちょっと差が出てますが、こういう状況になったと。で、それを踏まえた上でランキング表を見てみましょう。現在6点のチームが、4チームあるという状況で、4日目のカードが終わりました。そうか、でもそうですね。明日、そうですね。はい。明日もじゃあ5日目、明日は金曜日ですね。金曜日も、実況を行いますので、よかったら見てください。で、ここで実況は終わりますが、この後、明日のカードも貼り付けておきます。明日は、馬場組はないので間違いないと思います。1時間を超える動画となってしまいましたが、いつも皆さん見てくださって、最後まで見てくださってありがとうございます。よかったらまたチャンネル登録なんかもしていただけたら大変喜びます。というわけで、皆さん寒くなってきました。体調には気をつけていただいて、風邪などひかぬようまだ頑張って、明日も、お会いしましょう。ではまた。